どうも、ハルカットです。皆さん、昨日のアニポケはご覧になりましたか？今回も面白い回でしたね。そこで今回はガラルの御三家すべてを今後豪がゲットし、サトシゲ一行が戻ってくるという話をしていきたいと思います。では関係ないけど、メッソはなんだかんだサトシがゲットすると思ってたので外れて悲しいです。メソメソメソン。とはいけなかったら最後まで聞いててください。今後ガラルの御三家はゴーがゲットし、サトシの手持ちには月光が返ってくる。今回のアニメで偶然ボールに入った感じでゴーがメッソンゲットしましたね。いや、なんだかんだサトシがゲットすると僕は思ってたんですけどね。誰もがこのタイミングって思ったかと思います。で、ゴーがメッソンを捕まえたわけですが、ここにいろんな可能性が出てきました。まず一つ、それはガラルの御三家は全てゴーがゲットするのではないかという説です。ラスト一匹の猿乗りはサトシがゲットするという可能性も十分にあるんですが、今回のポケモンはダブル主人公で、サトシはメインというよりかはまだまだ未熟なゴーの見本的な立ち位置、サポートするような感じですよね。初代の無印で言えばサトシがタケシの立ち位置的な感じですよね。なので、もしかしたら初代の無印編でサトシが御三家を全てゲットしたみたいに、今回のアニメは新無印と言われているので、ゴーもガラルの御三家を全て手に入れるのではないかと思います。で、昔のサトシみたいになるとするなら、初代無印では御三家の人影だけが最終進化してリザードンになったので、それ通りになるならメッソン猿乗りはそのままで、ラビフットは最終進化してエースバーになるんじゃないかと思います。そして皆さんお忘れだと思うんですが、最初にもらえる御三家というポケモンは初心者のトレーナーが最初にもらえるポケモンです。今回のアニポケのサトシは今までにない過去の設定を引き継いでいる、優勝経験をしているトレーナーとしてゴーと旅をしています。アニメを見ている方もわかると思うんですが、まだ無敗の状態でワールドチャンピオンシップスもスーパーボール級へと上がりました。さっきも言った通り、サルノリはサトシがゲットする可能性も十分にあるんですが、一応立て付けとして初心者トレーナーが最初に持つ御三家は今回のサトシには不要、もうサトシは十分強いトレーナーですと公式からの遠回しなメッセージなのではないでしょうか。となるとサトシの水ポケモンの枠は一体何になるんでしょうか。もしかしたらあいつが戻ってくるかもしれません。いや、それは深掘りすぎだろうと思う方もいるかもしれませんが、皆さんよく考えてください。今年公式が行ったポケモン人気ランキング1位は皆さん何ですか？月光河ですよね。つまり公式側も月光河をアニメに出せばありえないほど盛り上がってくれることは分かっています。そしてその月光河の一番盛り上がる出し方はサトシ月光河が帰ってくることです。ポケモンも言うて会社です。ファンが喜ぶこと、一番数字になることをします。サトシの手持ちにメッソンが入らなかった時点で月光河がどっかで戻ってくる可能性はかなり高いんじゃないかなと僕は思います。とまあこんな感じで、ゴーがガラルの御三家を全てゲットし、サトシ月光河が戻ってくるんじゃないかというお話でした。まああくまで考察なんで皆さんそこはよろしくお願いします。でもあなたがポケモンの公式の立場なら、第1位のポケモンは一番盛り上がるやり方で出しますよね。ちょっとでも高動画をショートだ、チャンネル登録や、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。